はようございます。ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトスナップショット 23W32A のアップデートがありましたので紹介いたします。前回の師匠の取引の解約アップデート紹介し、バイオームごとにエンチャント本が決まっていることはいいのですが、エンチャントレベルが低かったり、修繕の村人は湿地帯で自然に村がなく作られないといけなくなるなど、良かったり悪かったり賛否両論なアップデートでした。そして今回のアップデートは、師匠取引の修正はまだ来ておりません。次のアップデートで何かありそうですね。今回は振動に関する内容などがあります。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはスカルクセンサーの振動に関する内容で、シミュレーション距離制限で振動が失われるリスクがなくなりました。これは助かりますね。そして特定の行動によって振動が発せられるようになりました。まず装備を解除するときに周波数レベル4です。次に模様入り本棚にホッパーから本を受け取るときで周波数レベルは11です。亀の卵を割るときは周波数レベル11で、亀の卵から孵化するときは周波数レベル12、骨粉を使うときは周波数レベル3、水入り瓶で火を消すときは周波数レベル12、エボーカーが使うベックスやファングの召喚のときは周波数レベル14、ウサギが人参を食べるときは周波数レベル11、キツネがスイートベリーを食べるときは周波数レベル11、サボテンを食べるラクダの時は周波数レベル8となります。このように特定の行動で振動を検知するようになりました。続いてデータパックのバージョンが17になり、アイテム、エンティティ、ブロックエンティティのモブエフェクトストレージを変更しました。モブエフェクトをワールドに保存するときに数値を使用しなくなるなど、様々な変更があったようです。技術的な変更なのでこの点は省いていきます。コントロールプラス F3 のデバッグ画面で、ピングと受信したネットワークトラフィックのグラフが表示されるようになりました。ネットワーク使用量などがグラフとして分かりやすくなりますね。続いて、その他の修正で、ヘルメットに防具の装飾をした時に浮いている部分がなくなりました。亀の甲羅で装飾した時にはみ出ることもなくなります。続いてランワールドホストのスキンとマントがそのワールドに参加する他のプレイヤーに対して適切にレンダリングされるようになりました。他にもボスバーが伸縮していたり、メニュー画面のスライダーがおかしかったりなど、様々なバグ修正がありました。以上、 Java 版マインクラフトスナップショット 23W32A の主なアップデート内容でした。今回は技術的なアップデートでしたね。師匠取引に変更はなく、ちょっとした変更や修正といった感じでしたね。次回は大きく変わるのでしょうか。他にも修正内容もありますが、細かいものは省きました。アプデ情報の記事は概要欄にありますので、そちらからご確認ください。それでは、良い一日を。